どうもこんにちは、水にゃんです。本日のサブチャンネル、1本目の、動画に、なります。で、まあ、NHK から国民を守る党のですね、支持者の方が、まあ、どんなね、こうメンタリティ、どんな、考え方をしてるのかというね、なんかその一つの、まあ、指標というかサンプルになるような、まあ、ツイッターのですね、書き込みを見たので、まあ、それをですね、紹介したいと、思ってます。で、これはですね、あるこれ N 国の支持者の方かな。で、その方の、ツイートなんですけれども、N 国アンチさんたちはみんな頭が緩いから助かります。状況が、よくわかってらっしゃらないので、軽く、教えてあげますよ。N 国支持者は参議院選の時より減っているのは間違いないでしょう。ですが、アンチの主張を聞いても、N 国アンチの支持者が、N 国には遠く及ばない現状、なぜかな、わかるかなとね、つぶやいてらっしゃるんですよ。で、そもそもですね、なんかすげえ勘違いしてる人いるんだなと、ね、思うんで、まあ、ここでですね、まあ、説明をすると、そもそもね、N 国党っていうのは、ね、5億円の、借金、借入金を抱えていて、で、党の支持者が増えないと、ね、選挙の時に、たくさん N 国党に、入れて票が入らなくなるので、政党助成金いっぱいもらえないんですよ。で、そういう状況になると、破産するだけなのね。で、そもそも N 国を批判している人たちっていうのは、自分たちのこう支持者を増やすことが目的ではなくて、その N 国党の実態を世の中にこうやって知らしめる、ものが、目的なので、で、そもそもね、こう支持者の数、で別に N 国アンチっていうのは支持者を自分たちの支持者を増やしたいわけではなく、N 国の実態をね、広げたい、知らしめたいわけだから、ね、支持者の数でこう比較をすること自体が、ものすごいなんかナンセンスだなって、まあいうふうに、で思ってるんですね。で、しかもね、なんか、そのことに対して、で、なんか僕が、まあそのね、リプライ飛ばしたら、このように返ってきました。寄付ばかりこう募っている、出来もしない空想するより、詐欺まがいより、よっぽどマシだと思うけど、はてな。寄付にすればいいのに、わざわざこう借りる形にする意味を考えた方がいい。では、正確な実態をちゃんと理解している、理解できている人がどれだけいるのか、面白がって誹謗中傷するコメントたくさん見てきたぞ、それが正しいことなのかって書いてるんですけど、そもそもね、返事になってないんですよ。で、N 国党に課せられたそのね、条件。まあ、すなわちですよ。で、支持者を増やして、票をたくさん取って、政党助成金をいっぱいもらうということですね。それと、N 国を批判してる側の人たちの目的っていうものが異なっているので、この人がこうしたね、こう比較っていうものは、ナンセンスだよねっていう、まあ、こっちのこう指摘に対する、回答に全く、なっていないわけです。はい。で、そもそもね、まあ、この人が言っている、その N 国のアンチっていうのは、何をその根拠にね、その N 国のアンチの支持者の数っていうのは増えてないよって。ね、N 国の、支持者よりもね、少ないだろうって。っていうのは何を根拠に、その数量的なこうデータを取ってんのか、僕にはよくわかんないんですよ。だって支持者の数っていうのは、世論調査などでね、まあ、ある程度パーセンテージは、取れるかもしれないけど、N 国を批判してる人のね、その数っていうもの、N 国に対していい思いをこうしていない人たちの数なんて、これ、測れないでしょって、まあ、いうような、まあ、話、まあ、だったりとか、まあ、するんですよね。で、まあ、僕自身ですね、正直なんか思ってるのが、まあ、その、何が、思うのかっていうと、なんかその寄付よりも借りることの意味って言ってるんですけど、お金を借りるっていうのは、返せるこう見込み、返せる前提があって、こうお金を借りるものなわけじゃん。で、NHK から国民を守る党は、これ、返せるんですかっていう話じゃない。だってさ、当初さ、ね、もう N 国党がお金を借りるって明言した時から、いや、多分お金返ってこないよって、まあその N 国を批判してたこう側は、やっぱ言ってたわけですよ。で、それはね、別になんかN 国にお金をね、貸す人がたくさん出てきてほしいからとか、N 国に儲かってほしいからとか、そういう意味ではなく、単純にね、計算してたわけですよ。いや、だって NHK から国民を守る党にお金貸したところで帰ってこないでしょなんて、ね、帰ってこない可能性があるでしょなんて、
普通にまあ当時のね、その立花隆さんが出していた収支報告とか見てたって、もうそう思ってたんだもん。だって。だから、ね、別になんかそのね、お金を、借りることが別に偉いわけでもないし、で、お金返せなかったらそれこそ元も子もないでしょっていう話だったりとか、まあするんだよね。で、実際問題ですよ。で、まあ NHK から国民を守る党に政党助成金がお金、政党助成金が入ってきたとしても、これはもう法律で政党助成金を使ってね、その借入金の返済であったりとか、誰かに対するこう貸し付けってこうできないんですよ。だから、いくらなんかね、じゃあこっちはお金を借りたんだ。だからなんか寄付を、募っている令和新選組なんかと違うんだって言って、差別化を図ったとしても、これ返せなかったらこう元も子もないよねっていう話だったりとか、まあするんですよね。だからまあ多分 NHK から国民を守る党の支持者の人とかって、結構こういう考え方をしていらっしゃる方とかって多いと思うんです。僕がね、こうなんだろう。今回、まあ晒し上げたっていう言い方も変なんだけれども、こうやって、まあその抽出したこのサンプルの人と、まあ同じようなその考え方をしてる人って、まあ非常にまあ多いんだろうなって、まあいうふうに、まあ思っています。はい。で、なんだかんだ、まあ言ってですね、まあ正直、まあその NHK から国民を守る党の支持者の方々は、まあ NHK から国民を守る党に非常に好意的な方が多いと思うんで、まあ好意的なこう見方をすると思うんです。で、やっぱ NHK から国民を守る党を批判してる側を持ち上げているわけではなく、で、NHK から国民を守る党を批判してる側だって別にこう感情的に批判をしてないわけですよ。で、理屈をこうやって立てて、で、こうだよね、ああだよねって言って批判をしているわけで、で、N 国党をね、支持している人たち、それはね、耳を傾けた方が僕いいと思ってますよ。だって、なんだかんだでやっぱりこう、N 国党を批判してるこう側の人たちが指摘をしてきた部分っていうのは、N 国党の実態で、かつですね、N 国党を本当にそのようにですね、推移してきてるわけですよ。実際ですね、立花隆さん、党の総会でですね、衆議院選挙にこう使える、ね、お金は、6000万から1億円だと、いうこと、明言し。で、かつですね、衆議院選挙の得票率が 0.6% 以下だった場合、党の回答をね、示唆してるわけですよ。で、そのような状況に追い込まれてるってことは、まあ、それこそですね、もう数ヶ月前、1年前から NHK から国民を守る党の、そのね、批判してる側が、まあ、その指摘をしてきたところに、本当にね、一致しているわけです。だって元はといえばさ、ね、数億円の借入金だって、衆議院選挙のためにお金を借りますよって言ってやったわけじゃないですか。でも当初の、立花隆さんの見込みよりも衆議院選挙はこう、ずれそうだし、で、どんどんこう、党からはこう、キャッシュが出ていくし、まあ、そりゃね、まあ、そうなってくるよねっていう話ですよ。まあ、それは N 国を支持している人からすれば、受信料を払わなくても、いいとか。あと、ね、まあ、そう、いろいろ、まあそのね、NHK が変わっていけばいいと思って、そう思ってるのかもしれないけれども、そうではないでしょというような話だったりするんです。だって、公党がこんななんかね、ざまになってるんですよ。やばいでしょっていう話。で、しかも国政政党をこうやって、批判をする。で、国政政党に対するこう監視をするのは、これは国民の僕は役目だと思ってます。はい。だから、公党っていうのはあくまでこう権力の一部であるんで、そういう人たちがやってることおかしいでしょっていうような指摘っていうのは、これ国民がこれね、やって、これ世論に訴えていく必要って僕はあるというふうに思ってるので、そういう意義があって、ね、正直やってる方々とかが多いと思うんですよ。で、それをですね、N 国アンチだとか言って、ギャー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 なってんのって、まあ、ちょっと俺はね、まあ、ずれてんじゃないかな。思っています。まあだからまあ NHK から国民を守る党のね、こう支持者の方々も、まあ我々ね、批判をしている人たちの、まあその声にちゃんとね、耳を傾けるっていうこともね、まあかなり重要ではないかなというふうに思っております。まあ私自身ですね、やっぱり N 国党に関してはいろいろまあこうやってまあ批判もしてますし、かつまあ現職の議員の人たちも、からもちょっといろいろね、まあ話も聞いたりとか、まあしています。
なので、まあ、大体まあ実態はですね、まあ、把握しつつあるということで、はい、まあ、それ踏まえてですね、このように述べさせていただきましたという方はですね、ということで、この動画をご清聴いただきましてありがとうございました。以上、水ニャンでした。